足湯ドライブウェイは、兵庫県足屋市、西宮市、神戸市北区にまたがる、一般自動車道事業による、有料道路である。また、足湯ドライブウェイ株式会社は、これを経営する企業で、西日本高速道路の子会社である。六甲山の東側を越え、足屋市街地と有馬温泉を結ぶ、延長 10.6km、足湯開発株式会社が建設し、 1961年9月21日に共用を開始した。1992年に隣接する西宮北有料道路が開通してからは通行量収入が減少し2005年からは工場的に赤字路線となったが道路の赤字は同社の不動産事業の収益で穴埋めをする状況となっていた。このため東道路をオーストラリア最大の投資銀行である。 マッコーリーグループに売却する交渉が進められた。具体的には、足湯開発が2008年9月中に開催を目指した臨時株主総会で特別決議を行い、早ければ同年10月末にもドライブウェイ全線と沿線の展望台やレジャー施設など自動車道事業の資産をマッコーリーグループが設立する新会社へ継承する構想であった。なお、 足湯開発は、マッコーリーグループへの売却後も不動産事業は継続する予定であった。しかし、経済情勢の変化により、文書で買収断念が伝えられた。その後、2010年4月26日に、西日本高速道路と日本政策投資銀行が東道路を買い取る契約を結んだことを発表し、阪急阪神ホールディングスグループから離脱することが決まった。 西日本高速道路は通行料金の値上げなどを行わなくともコスト削減によって黒字化は可能としている。2010年6月15日、足湯開発は足湯ドライブウェイを経営する子会社として足湯ドライブウェイ株式会社を設立。7月7日に同社の株式を西日本高速道路と日本政策投資銀行に譲渡した。2014年8月10日、 台風11号による豪雨の影響で、有馬トンネル高校部への土砂流入や森土の崩落、等の災害が発生し奥池、有馬ゲート間が通行止めとなった。8月20日には、通行を止め区間は、放電ゲート、有馬ゲート間に短縮されたが、この区間の通行止めも2015年7月17日に解除された。料金は、全線を通し利用する場合と、 区管理用の2種類が存在する。また、奥池、展望台、足屋ハイランドを利用する場合など、同一 IC から入りで道する場合は、区管理用の料金と同額になっている。上記のほか事業用を除き、全車種、定期通行券も販売されている。1月2月は0時から7時まで閉鎖される。自動二輪車は土曜日、日曜日祝日は終日通行禁止となる。 原動機付き自転車を含む 125cc 以下の二輪車や軽車両は通行できない。足屋市奥池町付近に住宅地があるが、東道路を利用しないと足屋市街地に出ることができないとして、この地域の住民から足屋市へ行動化の要望が出されている。1966年3月30日に行動化を求める陳情が出され、全会一致で採択されている。 また、前述のマッコーリーグループへの売却交渉の過程でも過度な開発を懸念する観点により、地域住民から市及び市議会に対して行動化を含む要望が提出されている。路線開設当初は、足湯会社の運営する足湯バスが運行になっていたが、1977年に阪急バスに移管した。なお、当時の車庫は足ゲート横にあった。 2020年現在、以下の路線バスが東道路を経由して運行されている。ありがとうございます。